本日は豊橋の複合開発地三田町についてご紹介したいと思います。三田町は豊橋市曙町で開発されている地区で開発しているのは積水ハウスです。広大な敷地で住宅、商業施設、金融機関、ジムなど様々な施設が建てられています。現在はサンドラッグ、名古屋銀行、オークはアイレックスジムなどが営業しています。実はこの土地、もともとは軍用地でしたが、豊橋市が企業誘致をして使用者を募集。1951年に大手繊維メーカー、ユニチカに無償提供した土地なのです。そしてユニチカは2015年に事業を閉鎖し、土地を積水ハウスに63億円で売却しました。しかし当時の契約には、使用しなくなった部分は返還するといった記載がありました。このため売却は無効だとする市民側と適正であるとする豊橋市長が対立して裁判が勃発。無償提供されただけならまだしも、返還の記載があるので市民側の主張もわかりますね。当時の市長は、あげた土地を返してとは言えないとして市民側と争います。ちなみに当時の市長は三田町に住宅を購入しています。市場も影響したかもしれません。結局裁判所は豊橋市にユニチカに対して21億円を請求するよう命ずる判決を下しました。これにより積水ハウスは開発を進めていきます。敷地面積は約27万平米と広大で、住宅は約400戸建設される予定です。敷地内には公園なども整備されています。積水ハウスはもともと高級住宅メーカーですので、価格も高めだそうです。現在は数区画ごとに整備を進めており、ある程度完成するたびに売りに出されているようです。敷地内で買い物や銀行、病院が完結できればとても便利ですね。小学校へは徒歩11分ほどとのことで、子育てもしやすい場所のようです。そして最近入り口近くに建てられている商業施設の正体が判明しました。この辺りではおなじみのホームセンター DCM の建設が始まっています。ホームセンターまでできればますます便利になって、外に出かけなくなりますね。 DCM が完成すると、未開発部分は東側の住宅、公園エリアのみとなります。数年後には全て完成しそうですね。豊橋は駅前の開発も進んでいて、街中図書館横に M キャンパスウエストも完成しました。さらに時は通り周辺の再開発も発表されています。今後どのように進化していくか注目ですね。また開発が進んできたらレポートしたいと思います。ということで、今回は豊橋の三田町をご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。